はい、こういうステージを拡散してくださいという振りだけ、先にお伝えしておけばいいかなと思ってるんですよ。ベリタスさんにはね、ベリタスさんって言いますか、まあ、誰でもいいんですけども、拡散しまくってくださいと、そろそろ評価されるべきだというふうにだけ伝えておきましょう。お願いします。拡散しといてって言って動きめっちゃあかんね。動きめっちゃあかんけども。このフライパンでも今思いついたんやけど、フライパン2つ置いとくのもいいかもしれないですね。下にこれ置っかえようってして、今新しく思いついた、失敗から学ぼう。何が失敗から学ぶのもいいやろ。ひっとけたな、まだ。そんな遠くに置く必要ないよ。なんかでも調理場が広ければいいかなと思いまして、ここか、そういう国家じゃね、一人喋りみたいなのもやってた時あったはず。言えばあれいけるやん、700やった。700を目標としてたんで、いやチームなんてやろ、800とかなのかな、この調子で見ると。なんか上に地震でギュってなってる時の方が長いんです。長いんですよね、長い。ちょっとあっ、いいわこれで。こっち面白さを取りましょう。面白さを取りましょうね。面白いか、面白くねえよ今全然。長いんすよね、上にの時の方が。なるほどな。スチームが800詰めたら800いきましょう。これはまあでもこれでまあ
レベル3ではないですよね。練習時間でそういう昔ブログ書いてた時に、今でもブログは書いてるんですけど、昔何十分練習したら難易度2にしますとか、なんかそういうチョミさん的な丁寧な活動してたんですけれども、これこう見えてもね、今はそうしてないんですけど、なんとなく難易度2かなっていう感じで、1ワールド終わりました。ありがとうございました。では連投すいません動画。